台風が4日5日ほど前にやってきて、ダダ濁りです。もうちょっと雨が降っとるな。これでもさ、菊池さん、この状況初めてじゃない？初めてだね。今まで僕ら来てここまで濁ってるのは初めてだね、台風後で。しかも雨が降ってきた、でバスボートも3台ほど転覆しちゃって、あの濁流でね、結構あれなんですけど、まあちょっとこの状況でどういう結果が出せるか、まあちょっとやっていこうかなと思ってます。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。ございます。どうも、JK さん。はい、あのちょっと僕魚神さんにお会いしたら、はい、これはちょっと私探検かなと思って。え、あこれ生きてるはずなんで、僕はあのデータ見れたんで、 ありがとうございます。生きてると思うんで、そんなに内容は入ってなかったですけど、ええ、なんか菊池さんが、うん、なんか下ネタ言ってたのはバッチリ入ってる。あ、バッチリ入ってるそれ使いますやっぱ菊池さんはもう取材受け取るな、さすがなあ。俺たちにわかバス釣り師が、あーめっちゃいい感じ。あーいい、菊池さん本になるよ。いいかな。いいよ本になるよ。いいよ菊池。いいよ菊池。菊池いいよ。菊池さん、これちょっとあの JK さんにちょっとプレゼント一発やっとった方がいいんちゃう？お願いします。おう。いますよ。はい。わあ。これもこれもいまいち微妙で、ちょっと俺にもちょうだいよ。グリーンボートさんもあの、はい、商売でやられてて、 YouTuber でもあるじゃないですか。まあまあまあ、SNSYouTuber で、まあ、超底辺 YouTuber ですあ、もう趣味で上げてるっていうか、はい、そんな感じです。ちょっと俺たちの戦場ゴルフと戦場好み焼き屋だ。戦場好み焼き屋ろうか。ああ、やってください。でグリーンボートさん協賛で菊池純一杯をやろう。いや、やりたいね。いいですね。ちょっと初めはシャットでね、巻いてみます。1投目か、1投目で来たか、でかいか、クランクか、クランク行きなきゃ、クランクでかい、1投目でかいぞこれ、本当に本当にでかい。おるやん、すれかかりだ。上流いかんでもいいよ、クランク貸して貸して。で、35超えとる、30ぐらいか。1投目か、クランクベイトちょっと見せて。お、いいね、でっかいのな。28か。さあ、でかい。お、でかくねえじゃん。でかくねえ。でもなんかでかいかと思っちゃった。ああ、やっぱこれ。でも30アップ。30アップだ。30ジャスト。これ台風で濁った時は流れ込みがいいって言ったからな。うん、ああいうとこにいるのかもしれない。ちょっと新鮮な水が出てきとるやろ。そうだの。でかいんかな。わかんない。お、内側に潜っとるからでかいんかな。ちっちゃいじゃん。よし、おるやん。うお、持って持って。ちょっと待って、33。やっぱりね、オオサンショウウオ。お、30アップ。やっぱ強いな、オオサンショウウオ。な、今日ちょっと水が悪いんでね、濁りが入って。濁りは入ってる。で、こういう時やっぱ新鮮ないい水のとこにやっぱ魚寄るんですよね。やっぱオオサンショウウオだ。もう連発やん。サイズはそうでもないけど、もうやっぱり台風明けでも釣れるな。引く引く引く。うら、30アップ軽く、30ジャスト。俺今日50匹釣れちゃうよこれ。開始早々連発。な、本当にでかい。すれがかってる。え、すれがかってる。口だけやった。すれがかってる。普通か。あ、でも大きいじゃん、すれがかってる。30ジャストの引くんだよこれ。いやいや、30だよ。やっぱ神奈川ガムはあれだな、琵琶湖の5倍釣れるな普通に。どうした、どういう攻め方してんの。脳進化、脳進化なの。ふわっとな。おう、でもボイル打ちしていくわ。ボイル打ち、おう、ちょでかいの釣ってかんとな。ボイラー打ち、うん、ボイラーがおるから。ボイラーバス来た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 、当たった。目がかり
久しぶりに来た。サイズはどうだろう。バーンガツン来た。うわいいね。お、いいんじゃない。え、サイズわかんない。めっちゃ引くけど。え、おる。あ、食った。食っとる。ナイスだ。そんなに大きくないけど気持ちがいい。よく引くね、ここの神奈川のバスは。これ琵琶湖の50ぐらいの引きだ。でかいんじゃないか。いや、ちっちゃいちっちゃい。そんなでかくないだろう。おお、30弱の。これが今日結構釣れるね。よっしゃ。どうや、反応は。あんまないな。やっぱオオサンショウウオネチネチか。キキさん、これどういう状況で釣れたかちょっと説明してほしいのよ。そのシャロートのあれを。シャローがな、これ流れ込んどるの分かる。ああ、流れ込んどる。長いわ。ああ、ちょっとボディ持つね。顎取れるか。おう、おう、ああいうとこおるんだわ。あのくぼみあるじゃん。釣りが難しい。いや、流れがあって、うん、あそこのくぼみにね、たまるんすよ、バスが。ちょっと狙っていきます、でかいのね。前向いていかないもん。これ以上上いかんか。行かない。押されとる流れ。ただあの辺におる、ついとるんだ、こういうとこな。新鮮な水が流れとるけ。状況悪くなってきたんで、うん、このカットテールにこのね、うん、ブレードがついてる。うんうんうん。スピナーベイトとはちょっと違う。ブレードジグ、うん、ブレードジグっていうのかな、うん、これがスレバスにものすごい効くんですよ。え知ってました。初めて使うのに。スレバスに効くんですよ。あ、はい、これを今からこれ。いや、ちょっと投げて釣ってください。巻きだねこれ。ちょっと一歩、ちょっと1時間バイトないからね。巻きだねこれね。え、見せて見せて。わ、いいね。あ、めちゃくちゃいい動きじゃん。おう、プロのね、キャスティングっていうのはちょっとやれよ、うん、講座でね、うん、タミング、うん、軽い感じでこうバッチリ決まりました。バッチリ入りました。ちょっと投げるコツ教えて、キャストの。キャストっていうコツ、多分ベイトはね、ベイトを使ったことない子供たちもいるからちょっと教えてあげて。うん、こんな感じ。スピナベ投げとん。うん、スピナベイト。どうよ。スピナーベイトほとんど釣ったことがない。ああ、マジか。あんま投げないからじゃん。いや、たまに投げるけど、うん、釣れない。いっつも脳神経や。脳神経ふわふわさせとるやん。最近脳神経してない。やってないか。最近してない。なんだ、スピナーベイ来たか。スピナーベイ、でかいぞこれ。でかい。スピナーベイ、おー、嘘。おー、ナイス。ナイス。でかい。いやいや、でかくないけど、スピナーベイ釣れるやん。初めて釣ったんじゃん。30。スピナーベイ30アップ。40はないけど。やりました、スピナベ。いいね、キラキラ。やっぱ釣れるんだ、ノリーズ。嬉しいんか。なんやこれ、なんやこれ、うん、ちょっと待って待って待って、虫パターン。何これ。カマキリか。カラビロカマキリ。ちょっともうちょっとこっち。痛い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 。これこれこれ、うん、痛い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 。菊池、痛い痛い、見て、怒っとんやん。ハラビロカマキリ怒っとる。これはないだろう。オスか。めっちゃかっこいい。メスか。カマキリよ、空を飛ぶんだ。めっちゃ綺麗だね、カマちゃん。カマキリ、カマキリ綺麗。食った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 。フリック、フリックカーリーか。フリックカーリーか。これが何でも釣るんだな。あ、なんか太ってるね。太ってるね。食ったー、食ったー。やっと来た。よっしゃー、でかい。おいおい、食った。でかいでかい。でかいじゃん、でかいじゃん。よし、でかいでかい。ゴールド、ゴールド。しゃー。いや、3時間ぶりの、うわー、ぶっこまき。やった、3時間ぶりのメガバイト。危ない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 。うわー、やっとおったか。30ジャストきた。やっぱズル引きだ、釣れん時は。そこのズル引き、丹念に。いいサイズじゃないか。今
うわっうわそこやっぱり岬岬の張り出しうわぶっこなきちっちゃい30センチいやーでも食ったでひったくりバイト釣れたあゴミかまた釣ったまた何匹釣る今日ちょっとさ菊池さんもう動画カメラ回すのさ iPhone 撮影で回せないけどお前何匹釣る今日いっぱい釣ってるこのクランクのさラッパラすげえなすごいこれめちゃ釣れるバカ釣れじゃん4発なあもうちょっと俺も釣るわ菊池さんもうさっきからもう入れ食いだからもうカメラ回すのめんどいからさ GoPro は電源切れたからもうこれが今日入れ食いよね入れ食いだもう全部もう動画撮らんでもいいよもうこれでかいのが釣れたら回せばいいわこの30ぐらいがもう入れ食いでこれ100匹釣れちゃう35このサイズ30のサイズ33これもうほんと冗談抜きで50匹釣れるな。また来た。でかいかも。嘘。でかい。うわ、俺も来た。ダブルヒット、ダブルヒット。ダブルヒット。俺も来た。俺も来た。ああ、バレた。バレた。35。今もう取ったダブルヒットするなって、お前を取ったら。釣りすぎだろ、お前。よし。そんなでかくないけど。iPhone 片手撮影。こばすちょっと無限だなこれ今日30センチ無限こばすが入れ食い30弱がこれこのサイズが入れ食い釣れちゃって釣れちゃってやっぱ四国はイージーだななあこれさ30センチがもう無限だよよいしょこれ無限こいつ30うわー食べたら美味しいよこの30センチのバスはまた食ったぞいやーいつものサイズかサイズか出ないけど入れ食いでかいんじゃねえかいやいやで、でかいの結構低いよヒドリでかいんじゃねえか潜ってんだ木に木に絡んどる木に絡んどるおいや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 もう30センチだ30ジャスト乗ったか乗った食ったどこどこどこでかいでか薄くアベレージサイズやんもうこれしか釣れないやん逆にちょっとでかくない？でかい。食った。ちょっと大きめだね。食った。35。食った。うわいいね。いいバス。最高。また来た。おお。これでかくねえか。へえ。おお。おお。フリック借り？借りてる。30センチ。今日は釣るね、うん、食っとった無限だね気がついて食っとった、うん、ただサイズが出ないのがなぜかっていう、うん、深いラインにいるのかな、うん、デカバスはサイズ出ないな近いなこれ、ね、入れ食い景色いいね見て絵画のようこれみんなすごくないこの空二度と見ることのないこの雲の画角2022年9月20日今日22 23これだねまた会おうぜコインにパンをあげよううわ錦鯉かな錦鯉かなこれこれ錦鯉ですかね孫糸と錦鯉がいるのかな色がついてるからあ餌付けで
かわいい。ねえ、全然逃げないし。食べるとる、食べまくるよ。やっぱ鯉だわ。これ釣っちゃダメよ、ペットだから。そでしょ。この鯉はあのおばちゃんのペットだから、釣るなら沖でね。ここのは釣ったらもうめっちゃ怒るって。ペットなのよ。俺も錦鯉飼ってるから、僕錦鯉大量に飼ってるんですよ、家で池で。だからもう錦鯉を釣ってはいけないって思ってる。鯉を釣っちゃいけないって。釣るものじゃないって。腹減った。おいニオちゃん、おいおいおいで、おいでおいで。あー向こう行っちゃった。チャドラ、ミキネコのチャドラだ。チャドラ、チャドラ。あー風邪ひいてるな、チャドラ。おかしいな。あー疲れた、帰ろう。おはようございます。おはようございます。男子、これさ、ちょっと車、これ今運転高速してるんですけど、これはね、今ちょっと車借りてて、スバルの XV 乗ってるんですけど、ちょっとこれ一つね、スバルの社長さん、とかね、まあトヨタの社長さんに俺メッセージちょっとあるんだけど、こうやってさ運転しててさ、俺思うんだけどね、俺こっちは俺もタクシープロのタクシー運転手長年やってきてたよ。やっぱり視界っていうのが一番重要なわけだよ、安全運転やる上でさ。でこうやって運転してるとさ、このナビの位置がさ、これさ、この上にあってほしいわけ。この時計あるじゃん、ここね、左上の時計あるでしょ。そこにナビがないと、いち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 視線を下にしなきゃいけないわけ。これね、視界をそこにしなきゃいけないわけ。視界をそこにして、ここのでナビ見ながら上見ながらっていう、視界がこう動かなきゃいけないんで、やっぱりこのナビを上になぜ乗せないんだっていうものすごい不満があるさ、昔からね、で僕がタクシー乗ってる頃はナビはここに改装してここについててね、やっぱ視界がいいから。でここにあると、この時計の位置にねナビがあると、このナビを見ながら前も同時に見えるっていう感じですごく見やすいんですよ。ただナビの位置がここにあるとめちゃめちゃ運転しづらいね。ナビがめちゃくちゃ見づらい。大になる時を